東一木町は、鹿児島県の西部、薩摩半島の中北部に位置した町。2005年5月1日に、伊従院町、日吉町、吹上町と合併し、日置市となった。薩摩半島の北西部に位置している町で、町域は南北 9km、東西 16km に広がっていた。地質は、稲の工作に適さない火山灰土壌が多くを占めているため、 丘陵地の多くは、二十歳となっているが、江口川、大里川、上野川の三河川の流域には、水田が分布している。東市基町は2005年時点で、伊佐久田、上野川、寺脇、長里、南上野川、宮田、宮間、宮本、寺脇、湯田、養母の十大技から構成されていた。このうち、南上野川、寺脇、宮田、 宮山は1956年の海獣院村分割の際に編入、設置された大技であり、宮間元寺脇は新設合併前の2004年10月29日に、宮山の一部より分割され設置された大技である。現在の日置市東一市町医佐作田、東一市町上野川、東一市町、寺脇、東一市町長里、東一市町南上野川、 東一基町、宮田、東一基町宮間、東一基町宮間本、寺脇、東一基町湯田、東一基町要母にあたる。町名は古代白井院の東半分を占めていたことに由来している。また、同じく白井院に属していた部分の西半分は西一来村となり、後に一基町となった。町村聖志向以降の村長を記載する。 表記は、東市基記町市473ページに基づく。ただし、旧事態については新事態に置き換えるものとする。中学校小学校最寄り空港は、鹿児島空港東市基駅湯の本駅。ありがとうございます。